ズラトウースト市の紋章ズラトウースト市。ズラトウーストは、ロシア、南ウラル地方のチェリャビンスク州にある都市。アイガーのほとりにあり、水は、ウファ川、ベラヤ川、カマ川を経てボルガ川へ流れる。最寄りの町は草、ミアス、首都モスクワからは東へ 1750km、州都、チェリャビンスクからは西へ 110km。刃物製造などで知られる金属工業都市。 ズラトウーストという地名は、聖人であるキングチヨアンに由来し、キングチヨアンに捧げられた聖堂の近くに集落ができたからとされる。人口は2002年全土シや国勢調査で19万4551人。1912年頃のズラトウーストズラトウーストは、ウラル地方の鉱工,工業開発が進められた18世紀に建設された。年にで有名な、 トゥーラの町の産業家もソロフケがこの地に鉄工所を建て、それと共にズラトウーストの集落も作られた。1774年から1776年までの間、鉄工所の労働者たちはプガチョフの乱に参加している。1815年にはサーベルや剣などを製造する武器工場がズラトウーストに建てられ、ドイツの造林源などから職人が招かれた。 ズラトウーストの工場に赴任した軍人、パーベルアノソフは、ダマスカス港の研究の結果、ブラートと呼ばれる一種のルツボ港の製法を編み出し、鋼の剣を作り上げている。また、ズラトウーストは1857年に、ロシア製の鋼鉄でできた、最初の大砲を作った町としても知られる。イヴァン・ブシュイエフやイヴァン・ボヤルシノフといった有名な、刀剣職人が浮き彫りで装飾された刃物を、 残している。ブシエフは浮き彫りの模様に翼の吐いた空飛ぶ馬を好んだことで知られた。今日、ズラトウス都市の紋章にペガサスがあしらわれているのはこれが元になっている。1865年には市の地位を得てウラル南部の中心都市となった。金属工場や兵器工場で大きくなった町では、 労働者のストも起きたが、1903年には、ロシア帝国政府が容赦内で持ち月を行っている。ソビエト政府は、ロシア内戦中の1918年3月に、ズラトウースト氏を掌握した。1918年6月から1919 19年7月までの間は白軍に占領されていたが、1919年7月13日に、赤軍がズラトウーストを占領した。 第二次世界大戦時にはヨーロッパロシアからモスクワ第一次軽工場など多数の工場がズラトウーストに疎開している。ズラトウースト駅ズラトウースト市電の電車橋でもズラトウーストは南ウラルの夜勤工業の中心地である。中でも1902年に創業したズラトウースト夜勤工場と19世紀初頭にできた伝統ある刀剣工場の建物は 市内観光の目玉でもある。また、機械工場、包装工場、時計工場などもある。ソビエート連邦時代のズラトウーストは、金属工業、機械工業、部品工業に特化した産業都市となり、一方で、食品産業なども形成された。今日、ズラトウーストは、ロシアの金属工芸やエングレービングの中心地の一つとなっている。伝統的に、 こうしたエングレービングは、ナイフや剣といった武器の上に施されていたが、ソビエト時代には、金属板の上に浮き彫りを施すようになった。1990年代以後は再び武器への、エングレービングが、盛んになっている。ウファとチェリャビンスクを結ぶ、M5 幹線道路が、市の南を通過している。またズラトウストの鉄道駅からは、チェリャビンスク港の他に、サマーラ行、モスクワ行、 ベルリン行などの列車も出ている。空港は、チェリャビンスクの空港を使用する。市内交通は、バスとタクシーが中心だが、2路線からなる路面電車も大きな役割を果たす。スピードスケート選手で、オリンピック金メダリストのリディアスコブリコは、世界チェスチャンピオンのアナトリー・カルポフ、ソ連邦元帥となった軍人ボリスシャポシニコフラは、ズラトウースト出身である。 ありがとうございます。